ぶらり地名散歩、ナビゲーターは地名にまつわる著書を手掛ける宍戸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマは岩手県の北西部に位置する八幡平市。八幡平を中心とした山々は十和田八幡平国立公園に指定されています。二人がまず訪れたのは県道212号線沿いにある芭蕉沼です。八幡平、この辺一帯ですけども、特徴的なのは、沼があって、そして、その周辺にですね、湿地帯があるということで、柔らかいところという意味の八幡八幡という形で変化したと言われています。じゃあそうすると八幡平の八幡はこういう沼や湿地のことを意味しているんですね。そう考えられていますね、はい。この辺り一帯の特徴である湿地や沼、それらが由来して八幡になったと言われています。では八幡平の平はどんな由来があるんですか？はい、平という字はですね、この読み方によっていろいろとちょっと違ってくるんですね、はい。例えば、八幡平の平ですけども、これは山岳地帯の湿地や大地。読み方によって捉えられる地形が異なるというこちらの漢字。平の他には山間部にある小さな平地と捉えることができる平や、斜面と捉えることができる平がよく地名に使われているそうです。一つの漢字でも読み方で全然意味が変わってくるんですね。八幡平の平は湿地や大地ってことで、八幡も湿地の意味がありますから。そうですね、柔らかい土地の、はい、はい、すごくこの湿地の印象が強い土地なんですね。そう考えられています。はい。八幡平市には他にもこの漢字を使った地名があるんです。それが平笠地区は岩手山の北東部から麓に広がる地域で、全国的にも珍しい女性による平笠裸参りや、国の特別天然記念物にも指定されている焼け走り溶岩流などで知られています。八幡平市平笠の焼け走り国際交流村にやってきました。本日はあいにくの天気なんですが、晴れていればこちら、はい、岩手山の絶景を見ることができます。またこれはリベンジですね、はい。そして平笠の平なんですけども、はい、これですね、こちら、はい、平なので斜面ということですね。平笠の平は平という字なんですけども、やっぱ平という読み方なので、平という読み方斜面なんですね。平笠は岩手山の頂上付近から麓に向かって広がる地域。岩手山にかかっている部分はほとんどが斜面になっています。地名にある平からも地形の特徴を知ることができるというわけです。ところで、はい、この岩手山なんかに似てませんか？え、あはい、それ傘です。岩手山に似てますでしょ？そうですね、こうやって見てみるとこの綺麗な形似てますね。もしかしたら平笠の由来はこの傘の形がちょっと由来の一つとしてあるのかもしれませんね。宍戸さん、お似合いです。この土地の傾斜と立派な岩手山、もしかしたらこんな景色を見ながら平笠という地名が生まれたのかもしれません。平笠の地名を学んだ後はこちらがおすすめ。焼け走り国際交流村では晴れていたら岩手山の絶景を楽しみながらゆったりした時間を過ごすことができます。そしてこんなメニューも。焼け走り溶岩の唐揚げ、ね、真っ黒ですね。そうね、まるで溶岩のような真っ黒な唐揚げ。竹炭を使ってこの黒を表現しているそうです。マグマに見立てたカレー風味のソースをかけていただきます。おお、お店
しい。もういっぱいですね。そうですね。あ、すごく欲しい。地名を訪ねてその土地ならではの食を味わう、これも地名散歩の魅力の一つですね。